今から未知スペクトルのアノテーションっていう講義の、セクションになるんですけど、僕がとりあえず喋りたいことはほぼほぼ終わりましたので、30分ほど、あとは追加説明で、僕のこの長々、だいたい6時間ぐらいの発表に、喋ってる時間自体はもっと短いですけれども、終わって、ちょっと早めに、多変量解析の講義を少し早口ではなくゆっくり喋っていただいてっていうような感じにしたいと思いますので、あと30分ほどだけ僕の講義にお使い、お付き合いしていただければと思います。で、少し質問とあと補足事項が先ほどの休憩時間で出たので、3点ほど、まずは生データの取り扱い、あとはさっき質問がありましたけれども、ちょっとモレキュラネットワーキングに関する質問に対して、あとは MSP を自分でどうやって作るんですかっていうような3点について話させていただきます。で、これを説明しないと、僕今日これ自分でこれをやった意味があまりないので、一番おそらく皆さんが詰まるであろうところは、その ABF っていう、今回ずっと ABF っていうものを使っているんですけれども、それをどうやってコンバートするかっていうのと、コンバートできないっていう質問が一番多いです。で、LCMS に関して、GCMS は先ほど一番最初に冒頭で言ったように CDF でいいんですけれども、LCMS の解析は ABF の方を推奨しています。で、MZML も当然、すごいメジャーな共通フォーマットで、その世界的にもシェアされている、正直 ABF っていうフォーマットを使っているのは、我々の研究グループだけです。それ以外はもう MZML っていうものを使っていて、それもサポート、プレートウィザードっていうコミュニティでサポートされていて、これからも永続的にサポートされると思います。ただ、この MZML っていうデータ形式っていうものは、そのテキスト、人の目で分かるっていうメリットはあるんですけど、少し冗長でファイルサイズが非常に大きくなります。ですので、データの処理速度っていうものも下がってしまうので、我々の研究グループでは ABF っていうフォーマットを使っています。で、その ABF フォーマットはバイナリーな、人では分からないんですけど、コンピューター処理には適しているフォーマットで書いてあるものが ABF なんですけれども、注意点に関してなんですが、ブルカとサーモをお使いの方は ABF、 今から説明する ABF コンバーターだけでは動きません。メールでも書いたんですけれども、サーモの場合は MS ファイルリーダーっていうもの、この説明資料にリンクも載っけてあるので、そこから飛んでインストールしてください。すると、その MS ファイルリーダーをインポートし、あ、インストールしたパソコンだと、コンバートできます。で、さらに、ブルカーの場合はコンパスエクストラクトっていうものをインストールしておけば、ブルカーのデータもコンバートできます。で、すみません、最近なんですけど、このウォーターズは今までずっとマスリンクローデータバイナリファイルコンバーターっていうものをそのインストールしないといけなかったんですけど、すみません、これ資料が古いので、これ今いりません。なので、ウォーターズと、サイエックスとアジレントの3社に関しては何も考えずに ABF の生データをそのまま、各社のローデータを ABF コンバーターにかけていただきます。で、シマズの場合は少しトリッキーなんですけれども、まず ITTOF をお使いの方は、まず ITTOF でを制御するソフトの、すみません、シマズの方います。ラボソリューションですかね。今、シマズの方、ラボソリューションって定義してます。制御してますよね。はい、ラボソリューションで、MZXML としてエクスポートして、その MZXML を ABF コンバーターにかけて ABF にコンバートします。で、もう、最近 QTOF が出たんですけれども、その QTOF には MZML で吐き出すものがありますので、その MZML をセントロイドモード処理をした後に出していただいた方がいいです。プロファイルデータでやると重いので、その QTOF の場合は MZML で出力して、そのやつを直接 MS ダイヤルで読み込む
っていうことだけ今できます。なので島津だけは直接のコンバートができないですけれども、まあ、そのようにして、読むことが、まあ、共通フォーマットとしてだからこれを作るか、まあ、これを作るかITTOF の場合は MZXML まず入ってそれでコンバートかますんで、 QTOF の場合は MZML で吐き出してこれを直接インポートするっていうことになります。で、まあ、さっきから言っている ABF コンバーターって何かっていう話なんですけれども、これはもともとそれこそ僕にプログラミングを指導、ソフトウェアプログラミングを指導してくれたライフィックス の金沢さんたちがまあ、無償で提供してくれているその ABF を作るためのコンバーターです。で、まあ、これは僕らのコントラクトの使用上僕からは配布せずに会社のホームページからダウンロードしてくださいっていうことになりましたので、ここから各自ABF って言ったら最近は出てくるようになってきているので、まあ、出てなかったら ABF コンバーターと言っていただけると、まあ、このウェブサイトに飛べます。で、これでダウンロードって言えばその、まあ、その自分の名前とかアドレスとかを入力するところがあるんですけれども、別に嫌なメールとか全く一切来ませんので、まあ、入力していただいてダウンロードっていう風なボタンを押します。すると、まあ、ABF ファイルコンバーターっていうものが、まあ、こういうフォルダー意識が出てくるんですけれども、その中にあるアナリシスベースファイルコンバーター .exe っていうのをダブルクリックして開いて、まあ、ここにこういうのがでボンって出てくるんですけれども、これはアジレントですかね、アジレントの .d っていうフォルダー、ファイルですね、ファイルをこのままドラッグ&ドロップでポンって投げてあげて、でコンバートって押すと、それ各社のファイルが同じディレクトリに ABF が出力されることになります。はい、以上でまずは ABF のコンバートの説明です。で、やりたかったことその2が、モレキュラーネットワーキングっていうアプローチです。これ今 Firefox をインストールしましてですね、何でもいいんですけど、実はこのモレキュラーネットワーキングのビューはちょっとこれはもうついてこれてる人だけでいいです。MS ダイヤルの階層の中にあるサイトスケープローカルブラウザの HTML をこれデフォルトで、これを読んでるだけなんです。で、これを呼ぶんですけど、この HTML を要するに描画するブラウザを Firefox に設定しておかないと出ないです。で、方法としてはもう単純にここで右クリックして、デフォルトではなんか Google Chrome とかなってる人は多いと思うんですけど、で Open With で、でこれで Firefox ってここで設定してしまうと今回限りの Firefox になるので、Choose Another Apply っていうようなもので、この Always Use This App to Open HTML Files っていうようなチェックボックスを入れた状態で Firefox を選択して OK を押しておくと、まあ、ずっとFirefox で立ち上がることになります。で、これをですね、まあ、やりたかったことなんですけれども、この MSMS に似たものをどんなのが他にあるのかなっていうことを見るためのプログラムがモレキュラーネットワーキングっていうようなアプローチでして、今中央に来ているのがメタボライトの名前にしようか。中央に来ているのが今着目していた、ピークです。で、このピークに対してどういうものが他に共通のプロダクトイオンを持っているのかとか、共通のニュートラルロスを持っているのかっていう、その共通して同じようなプロダクトイオン、同じようなニュートラルロスイオンっていうのを持っているピークたちをこういうふうにひっつけてくれます。で、これは代謝物のクラスごとに色分けするような仕組みにしてあるので、まあこういうふうに青色のやつはまあ似たような構造として、まあこういうものが集まってきてるんだなっていうことが分かれば、例えばこの中央のものが未知のものだったとしても、この周りに集まってきた分かっている構造の MSMS 情報をヒントにして、その分からなかった真ん中のピークっていうことを、まあ、アサインできるかもしれない
で実際にはそういうものを持ち要するにツールとして用いながら、まあ、ヒントをいっぱい得ていってその未知のスペクトルっていうものを解析していくっていう、まあ、手法の一つとして覚えていただければと思います。はい、で最後、手動で MSP を作る方法に関してなんですけれども、これはまあ一緒なんですけど、例えばこれが未知ピークじゃない、あの標準品、まあもともと最初はアンノーンとかで出てくると思うんですけれども、このピークをこの化合物って分かったから登録したいなとか、例えばこれこのピーク未知なんやけど毎回毎回出てくるよなっていうようなアンノーンの ID を自分なりに定義しながらライブラリーとして登録しておきたい、でまあ後々、まあ、アノテーションできる機会があったら頑張ってやろうかっていうような感じの時もあると思います。でそういうためには、まあ、ここにフォーカス合わせた状態でここの、 あの右のパネルですね、ここにで右クリックを押していただくと、あのセーブスペクトラテーブルアズとかコピースペクトラテーブルアズっていうボタンがあります。で、まあ、基本的にはコピーでいいと思います。コピースペクトラテーブルアズでクリックしていただいて、でデフォルトは MSP になってます。いろいろなフォーマットで、あの MGF、 これはあのマスコットプロテオームやってる人はあの分かると思うんですけれども、あのマスコットサーチとかによく使われるフォーマットです。でドットテキストっていうものはマスバンクフォーマットです。マスバンクフォーマットで出せます。でもあの一番メタボロミクスで使われるフォーマットっていうものはその MSP フォーマットっていうものですので、この MSP フォーマットを例えば GCMS で言ったら AMDIS とかでも読めるんですけど、あのコピーっていう風にして、まあメモ帳でもいいぐらいです。でこういうテキストエディターにコントロール V でペッて貼ってあげると、まあ、このような形、これ、もうすでに同定されていたので、まあ、こんな形で全部のメタデータが入っているような状態になります。で、例えば1個、なんか適当にアンノーンのものも、出力で MSMS が取れているもの、なんでもいいですけど、なんでこれ MSMS が取れ、あ、そっか、アンノーンのフィルター、よいしょ。まあ、例えば、まあ、これはケルセチン配糖体の一種の、これが303がケルセチン由来のプロダクトイオンで、これは176かな、なのであのウロン酸ですね、あのグルクロン酸がついたようなあの代謝物だろうなって思いながら、まあ、見るとこの MSMS スペクトルはそういうものだろうという目で、まあ、コピースペクトルテーブルAZっていうふうにしてコピーとして、まあ、どこでもいいんです、続きからコントロール V で貼り付けます。で最初はもちろんアンノーンとして出てきます。でまあケルセチンって今僕言い切りましたけどそうじゃないかもしれないので、単純にフラボノールの、ヒドロキシル基が 5O ついてるものとして、例えばフラボノールプラス 5O で、さらにあのおそらく僕はヘックス A って書くんですけれども、あのグルコロン酸とかのこと、まあ、こういう構造をしているだろうっていうことで名前をつけてあげて、あとは、まあ、組成式、まあ、こういうインチキーとか、組成式とかスマイルズっていうのとか、まあ、総合的にあの、まあ、例えばですけど MS ファインダーで、これかな。で、この組成式が正解だと思うので、はい。で、まあ、こういう構造ですね。ケルセチン骨格に、まあ、ヘキソース、普通のグルコースとかガラクトースではなくて、ここにあのケトンがついた、ケトンじゃないですね、こういう、COH になった、まあ、化合物になります。で、例えば、まあ、こういうものが確証があるんだったら、この組成式を例えばコピーして、この組成式のところにポンって貼ると。で、
スマイルズコードっていうものはそれこそケムドロとかケマキソンでそのまま描けるので、このスマイルズのやつをそのまま全コピして貼るとかで、最後はインチキーですね。間違えた。インチキーもコピーして、まあちょっと冗長ですけれども貼ってあげると、まるでまあ MSP のライブラリーのような感じになりますが、このようにして自ら拡充していってくださいという感じに、はい、これで3つ目の補足説明が終了です。はい、じゃあ最後残りの時間でですね、ちょっと言い足りなかったところを説明します。まず1点目が MS ファインダーでバッチモードで解析する場合で、これはどういう時に使うかっていうと、1個は僕の場合はキャスミーコンテストっていうものがございましてですね、このストラクチャー構造推定ツールの機能を競う大会みたいなのがあるんです今だったら。でそれで出るために作ったのと、あとは、MS ダイヤルの結果これ出てきたピークを全部とりあえず MS ファインダーにかけたいんですけどっていうようなことをするために作ってます。で僕のこうコンセプトなんですけれども、MS ダイヤルに MS ファインダーの機能そのものを実装することはおそらく今後しません。っていうのは要するにコンセプトとしてアノテーションのレベルっていうものが明確に変わるからです。 MS ダイヤルではスペクトルのライブラリーサーチ、表品の MSMS スペクトルとか最低でもマスバンクなりデータベースから得られる MSMS でそういうスペクトルベースでアノテーションできるものにそのアノテーションを限りたい。でそれさえも要するに使ってもアノテーションできなくて、けどなんとか名前付けしてあげたいっていうような少しレベルの下がったアノテーションの方法として MS ファインダーがあるわけなんですけれども、そのまあこのアノテーションは MS ファインダーでやりました、このアノテーションは MS ダイヤルでやりましたっていうような、そのアノテーションの差別化っていうことをやりたいので、今後統合されることはないですが、まあこのような形でもうなんていうんだろう、つなげることはもうすでにできているので実装されているようなもんなんですけれども、この中で完全にサポートするということはおそらくないでしょうという感じです。じゃあ、バッチ解析をやってみます。でこれがまあ自分なりに最後になるんですけれども、最後2つか、ダウンロードしていただいたホルダーのまさにそのキャスミーコンテストっていうホルダーがあります。ちょっとだけリンクで紹介しますと、これですね、2016年に出題された問題、実際には今構造がもう答えは出てますけれども、この大会の時はマススペクトルだけがもう提示されて、この構造は何かっていうことを当てるんですけれども、そういうキャスミーコンテストのはい、にこの年は243台出されたんですけど、そのうち20台のやつを持ってきました。で、MS ファインダーの使用上、その1クエリ1 MSP で管理されます。ですのでこの1個の MSP ファイルに1個のそのチャレンジの情報っていうものが掲載されているっていうような形になります。で、このようなことを読み込むにはどうすればいいかと言いますと、今からここからフォローアップしてください。まずファイルでインポートを押していただき、デスクトップのこのキャスミーコンテストのファイルをホルダーを選択していただいて OK ボタンを押してください。そしたら読み込まれます。いいですか。ファイル、インポート、デスクトップ、キャスミーコンテストのホルダーですね、ホルダーを選択します。で当然今このままでは何も表示されない、ちょっとこれは記録が残ってますが
表示されないので、じゃあこれを、まあ、バッチモードで解析します。当然これダブルクリックでやっていってもいいんですけれども、ちょっと鬼畜になるので、アナリシスでコンパウンドアノテーションにチェックを、あ、違う、もう一回いきますね。アナリシスコンパウンドアノテーションっていうものをクリックしていただき、フィニッシュっていうボタンを押します。押したら組成式の解析は終了しまして、こう構造の解析が終了します。で、まあこの MS ファインダーが出力した一番スコアが高い化合物の何パーセントがこの正解に当たってたかはどうぞ皆さんで評価してあげてください。あの完璧じゃないです、ただ結構な正答率で当てると思いますが、あのまあそれが、まあ、こういうコンピューテーショナルマススペクトロメトリっていうような分野で、まあ、まだまだ足りないところではありますが、まあ、今後、まあ、我々の研究グループでもっとリファインしたものを作っていければと思います。でこれでバッチモード あの解析方法は終わりなんですけれども、肝心の MS ダイヤルからどうやってバッチでエクスポートしてバッチで返してくれるかっていうことを最後やって僕の方は終わりたいと思います。ですね、あの解析に時間がかかりすぎると思うので、実際には皆さんはやらなくていいです。で僕自身のコンピューターも多分なかなか終わらないと思うので、ここの、まあ、アライメントスポットビューアーになると思います。今5299このピークがあります。これ一つ一つ全てを組成解析と構造解析してくださいっていう目的で、まず右クリックをします。このスポットビューアー上で右クリックをして、サーチフォーミュラ&ストラクチャーズで、ここで GoToMS Finder って打ってしまう、やってしまうとこのフォーカスしたスポットしか出力されないんですけど、ここで Add Components to Search List っていう方を選択してください。でエクスポートホルダーに実はもう作ってあるんですけど、この MS ダイヤルテンプっていうものをちょっと作っておきました。これただの空のホルダーです。あの何もご自身で作っていただいても大丈夫です。空のホルダーを選択します。ここにクエリーが全部エクスポートされることになります。でとりあえず OK で選択します。で Only the focused peak ではなく、もう All peaks を選択してください。で、オールピークスを選択してエクスポートを押すと、あのなかなか終わりません。 なのでちょっと、まあ、ここで見ておきますが、まあ、こういう形で、アライメント ID、 あ、終わりましたね、に、マットファイルっていうフォーマットで出てきます。で、MSP ちゃんかいみたいな感じだと思うんですけれども、MAT ファイルっていうものはと MSP ファイルの違いをあの説明させていただくと、 MSP ファイルは MSMS の情報、もしくは EIMS だったら、要するにスペクトルの次元を1次元しか格納できないんですね。 MS1 だったら MS1 しか登録できないですし、 MS2 のスペクトルしか登録できませんけど、例えば LCMSMS の解析だったらMS1 のスペクトルのアイソトピックレシオっていうものは、要するに組成式を求める上で、まあ、重要なファクターになります。でさらに MSMS は当然重要なので、両方ともの軸からちゃんと考えたいっていうことで、すいません、これ MSMS が取れてないですね。なんか適当に MSMS が取れてるやつがあれば、いや、はい、これ MSMS が取れてないんですけど、こういうふうに MS タイプとして MS1 か MS2 かっていう2つのフィールドを設けることができます。そして MS1 のフィールドには当然アイソトピックレシオの情報が入ります。で、まあ、MSMS の MS2 の方では当然 MSMS のスペクトルの情報が入ることになって、まあ、両方とも要するにヒントとして MS ファインダーに投げるためのフォーマットが
マット・フォーマントって呼ばれるものです。で、あとはですね、ここの MS ファインダーっていうところからインポートで、先ほど出力した MS ダイヤルテンプっていうところを選んで OK を押すと、全部のアライメント ID の MS1 のスペクトルと MSMS のスペクトルっていうものが出力されます。そしてバッチモードで解析したら今日中に終わらないので、今は押さなくて大丈夫です。で、まあ、これで、まあ、バッチモードで解析すると、ですね、でここでエクスポートからエクスポートバッチリザルトっていうのが出ます。でちょっと先ほどのキャスミーの方に戻ります。このキャスミーの結果、これはもう結果は全部出し終えたので、でエクスポートバッチリザルトで、フォルダーパスとしては、まあ、デスクトップを選びます。デスクトップを選んで、まあ、何も考えずにエクスポートっていうボタンを押せば2つファイルが出力されます。このフォーミュラリザルトっていうものとストラクチャーリザルトっていう2つが出ます。もう単純にもうそのまんまの通りで組成式の結果と構造解析の結果の2つが出てくるわけなんですけれども、まあ、これそれぞれ両方とも Excel 形式で Excel に落とせば開くことができます。まあ、ファイルパスでトライアル0ですね。で、まあ、どういうプリカーサーでどういうアダプトフォームで、でここからですかね、組成式の第一候補でセオリティカルな M オーバー G とでその理論値と実測値と理論値のエラーでトータルのスコアで、データベースにどれぐらい含まれてたかっていうことが含まれていて、さらに第2、今は一番左に来るのはランク1として、まあ、一番トップに来た組成式の候補っていうものがランク1であるんですけれども、まあ、次にそれがその情報がおれば次は横にランク2、ランク3、ランク4っていうような形でざーっと格納されていると。で組成式の方も構造式の方も一緒で、まあ、それぞれのプリカーサーイオンとそれに対応した構造の名前、トータルスコア、データベースの情報で組成式、オントロジー、インチキー、スマイルズでこれが終われば次ストラクチャー候補にっていうような形でどん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 右にここの今トップ10まで出すって書いてるのでトップ10まで出ることになりますが、そういうふうにしてエクスポートができます。でこれで何が言いたいかと言いますと、先ほどの MS ダイヤルから出てきたクエリっていうものはアライメント IDっていうものが先頭につきます。ですので実はこれ、昨晩ブルーボックスに入れたかな、ですねワイントゥーホニャララ、あ、これですね、これ組成式解析の結果だけなんですけれども、例えばですけど MS ファインダーで解析した結果はまさに5000何個ぐらいの結果がこのように出力されます。で、ちょっと Excel のオーダリングの問題で、なんか0の次は1000になったりするんですけど、これはちょっと Excel でちょっと工夫しながら合わせることになるんですけど、さらに MS ダイヤル側でのエクスポート、ちょっとでこれは前を見ておいていただければと思うんですけど、アライメントリザルトのエクスポートで、解析した
ときに出てくるこのアライメント ID とこの MS ファインダーのこのアライメント ID は一致して今同じ数ありますので、まあ、それでガチャンコしていただいて、まあ、結合することができます。で、まあ、これを使って、まあ、とりあえずテンタティブにアノテーションということを行っていただければと思いますっていうところで、全体的な、私の方の、発表は終わりますが、ここの時点で何か質問がありましたら挙手をお願いします。